です。今日はですね、バーサスレバくんさん、この方とのね、神試合がありましたので、こちらの実況解説を、やっていこうかなと思います。じゃあ、早速見ていきましょう。いやー、ちょっとね、この実況解説のね、動画を撮るっていうのはめちゃくちゃ久々ではあるんですけど、非常にね、神試合であったんで、こちらをしっかり、解説やっていこうかなと思います。さあ、まずは、開幕 TDK テンプレ。こちらが三角積み2号を組み上げて、お相手の方が、6三積みと。6三積みはね、かなりこの、40ラインでも使われるテンプレの形ではあるんですけど、まあ、対人でもね、普通に火力がかなり構築しやすいところであるんで、まあ、十分に強いと。さあ、T スピンダブルで、こうしっかり総裁を外して火力を送っていくと。まあ、これね、総裁外しに関しても、できるだけね、相手の大きい攻撃を、もらうことによって、直列を引きやすいところになるので、できるだけね、そのでかい攻撃をもらうタイミングの時に総裁を外していくっていうのがやっぱり一番いいですね。さあ、テトリスを打って、しっかりドネイトも、駆使しながら火力を構築していって、アイミより削って、まあ、ちょっと穴バラが来てしまって辛いところではあるんですが、T スピンダブルからテトリスでしっかりと耐えていくと。で、できるだけ火力で T スピンダブルを打って、で、おいても T スピントリプルで、テトリスで総裁を当ててくると。で、ここで TD アタックですね。まあ、T スピントリプルからさらにインペリアルクロス。で、このね、こんな感じの形は本当にめちゃくちゃ強くて、まあ、テトリスで基本的に左端とか、まあ、右端とかを、こう左右に積み込んで、真ん中をね、この開けてから掘り連が繋がるような形。まあ、いわゆるこんな感じの形ですね。こんな感じの形が本当に理想系な形で、まあ、今みたいにね、インペリアルクロスで T スピンダブル2回分打ってから、この左側、右側積み込んで、まあ、掘り連の形になるんですけど、さあ、T スピンダブル打って、でもこのね、もういろんな掘り連のルートがあるんですけど、J から、アイミノ。で、6連、そして T、Z、I、S、L ミノの11連もあると。さらにこれ10連、12連の T ミノ、そして13連 J ミノ、14連 O ミノまで繋がるんでね。もう、T スピンダブル、そして、このね、掘り連で、まとめ1プラス、掘り連でね、14連まで繋がるんで、さすがにこれをもう耐えることはもうほぼ不可能と。まあ、こんな感じのね、まあ、やっぱり、火力っていうのが理想的な感じになってますね。さあ、開幕ちょっと大ミノを大きめしてしまってかなり辛いところであるんですが、さあ、このリカバリーです。そう、この1ライン消しのね、S ミノをリカバリーすることによって、開幕の TDK で、置きミスしてしまったところであるんですけど、T スピントリプルを打ってリカバリで、なんとか無理やり間に合わせていくと。さあ、今のみたいなね、形なんですけど、まあ、仮にその T スピントリプルが打てない場面の時は、まあ、どのみちゃんがその自力になって、火力で押し負けてしまうっていうところであるんで、まあ、いいのはね、思いっきり割り切って、T スピントリプルに、無理やりね、リカバリして、やるっていうのがおすすめですね。まあ、仮にその、掘りで、削りだけでやってしまうと、やっぱり、火力で押し負けてしまう、自利品になってしまうところであるんで。さあ、続いてここですね。ここの形なんですけど、まあ、左から3列目に、アイミノを立てることによって、T スピントリプルを打つことができる形であるんですけど、ここはあえて T スピンダブルにします。さあ、これはなんでかっていうとですね。さあ、ここは T スピンダブルにすることによって、次のこの、TD アタックになるんですね。ダブル、トリプル、ダブルを打てる形になると。あそこで仮に T スピントリプル一発目で打ってしまうと、まあ、その後はね、T スピンが打てなくなってしまうところであるんで、あえて T スピンダブルにして、そして、トリプルからダブルと。まあ、こういう、こうすることによって、まあ、火力のね、効率が非常にいいと。まあ、こういうね、やっぱりね、火力効率をしっかり出すことによって、耐えられるね、耐えられる量っていうのもかなり変わってくるところであるんで、まあ、非常に大事と。そして、再び TD アタックでトリプルからダブル。で、ここもドネイトですね。しっかり、下穴を開けつつ、ドネイトで、T スピンダブルからテトリスと。で、でもしっかり火力を作って、穴もいいんで、かなりね、猶予がある地形にはなってますね。あ、こちら穴からちょっと来てしまって辛いところであるので、早めに解消していきたいところ。さあ、T スピンダブル、テトリス、まとめ地が非常に強い。で、2ライン消しして、T スピンダブル、しっかり総裁を外されて、Tスピンダブルからテトリスまで構えてるところでありますが、さあ、しっかり掘っていきたいですね、ここも。J ミノで掘って、で、I ミノから、Z、L、S、I、Z と。ここまで掘り連が繋がればかなり強いんで、5連までと。で、Tスピンダブル。で、ここも掘り連ですね。しっかりと下の開けつつ、Z から、T、I、J、O までかな。で、お相手も T スピンダブルで、さらにドネイトの T スピンダブル火力重視。
で、ここはしっかり地形がいいところであるんで、ティースピンダブルテトリス総裁を外して送っていくと。さあ、ここも。先ほど言った通り。入ってるんで、そのでかい攻撃は、地形がね、余裕な地形の時は、できるだけね、でかい攻撃で総裁外すと、このようにね、真ん中、ここ1個右か、に、5ライン分の直列が来てるんで、まあ、これをね、やっぱり、リソースにすることによって、かなり強いんで、まあ、こういうとこはね、積極的に、余裕がある地形の時は総裁外し、した方がいいですね。さあで、テトリスを打って、まあ、かなり強い形で、Tスピンシングルから3位テトリスを。ね、相手もテトリスで総裁を当ててくる。で、こういうとこもそうですね。まあ、自分の地形がかなり余裕があるんで、総裁を外していくと。ただまあ、三雷消し、今みたいにやっぱり三雷消しの攻撃であったんで、まあ、ちょっと穴場で来てしまったんですけど、まあ、それを考慮してもね、猶予ある地形であったんで、まあ、今のやは総裁外していいですね。自分がその、結構辛い地形の時に、三雷消しとか二雷消しとかの、総裁外してしまうと穴場になってしまう確率が高くなってしまうんで、まあ、その場合はね、あんまり総裁外さない方がいいんですけど、あまりね、こんなに辛い形でなければ、基本的に、ああいう場面は、総裁外していいと。さあ、大峰の鬼滅がちょっと辛いところではありますが、なんとかギリギリ、追って、お互い丈夫。結構だいぶ厳しいですね、これ。だいぶ辛い状況になっていますが、しっかり、無理やり間に合わせて、TSA に耐えていくと。だいぶ辛い。略して大仏って感じだけども。さあ、無理やりシングルで、さあ、総裁を外して、テトリス、ティスピン、トリプルまで構えられたが、なんとか、無理やり速度で間に合わせて、テトリスとティースピンシングルで耐えていくと。危ない。今みたいなね、パターンもね、その無理やりもうテトリスを打たないと、もう、どの道ね、押し切られてしまうっていうところであるんで、まあ、ああいうのもね、割り切って、テトリスに無理やり持ってった方がいいですね。仮にああいうところでちょっと、妥協して掘ってしまうと、まあ、どの道でやっぱり、押し切られてしまうところであるんで、もう割り切ってああいうのは、完全にテトリスを狙った方がいいです。さあ、シングルから、相手も、大身の T 身ので掘って、なんとか、しっかり掘りがうまいですね。Tスピンシングルからエビノレ3連です。さあ、しかしここで、ちょっとね、若干火力がそこまで出そうな形ではなかったので、4列目を組み上げていくと。4列目を組み上げましたが、まあ、5連止まり。5連はね、相手に攻撃を送ること、火力を送ることができれば、まあ、穴場になりやすい。穴場になりやすいところではありますが、さあ、ここです。Z ミの方から先読みね、立てることによって、J ミの、スポットを入れて、スポットライトのようにスポットを入れて、この T スピンシングルをね、打っていくと。まあ、こういうね、地味な、やっぱりドネイトの、火力のね、構築の仕方も非常にね、中盤に影響してくるところであるんで、こういう地味なドネイトも、非常に大事と。さあ、TSD 打って、で、テトリス、さらに、ここも総裁当てて、で、できるだけ、やっぱりこれも火力ですね。火力で総裁当てて、相手に。1ライン分の攻撃で、相手のその T スピンダブル、バックトゥバック付きなしの T スピンダブルの攻撃って、こちらのバックトゥバック付きありの、T スピンダブルで火力を送ると、4ライン攻撃に対して5ライン攻撃で総裁が当たるんで、相手にね、1ライン分の攻撃が遅れて穴場になるんですよね。なんで、まあできるだけそういうところも意識することによって、相手に意図的に穴場を送ることができると。こういうところもね、ちょっと細かいところであるんですけど、非常に大事な立ち回りの一つとなりますね。さあ、相手の形がかなり強そうな形、T スピンダブルからホリレン。さあ、こちらもでも、ホリレンでしっかり7連から、エルミの8連、そして、T ミの9連丸と。まあ、なかなかホリレン的には強いところではありますが、お相手もね、しっかり、いい形であったので、これもトントンと。さあ、これ T スピントリプルタワー。さあ、TSD タワー、ちょっと S ミノがずれてしまったんですが、さあ、ここですね。ここで、自分が Z ミノを真ん中に置いたんですけど、これはまあなんでかっていうと、まあ、お相手の地形。お相手の地形が、T スピンダブルテトリス。これ、まとみちを構えてあるんですね。なので、ちょっとそれを見て、自分がこの T ミノがまあネクスト5つの中に見えてない状態があるんで、さすがにここで Z ミノで、屋根を、T スピントリプルのタワーの屋根をつけると、まあ、間に合わないとね、判別した上で、ここは妥協して、ね、掘りにしてもらう。掘りレンにしておりますね。仮にここでね、T スピントリプルの形を組んでしまうと、さすがに間に合わずにね、相手の T スピンダブルテトリス、まとめちに刺さってしまうところであるんで、まあこういうところもしっかり凝視が出てますね。で、案の定、まとめちしてきたんで、ここで冷静に、掘りレン。S から L、そして、歩みを、までは繋げないか。歩みを3連消して耐えていると。まあこういうね、やっぱりね、この凝視の技術があるんですけど、こういうところもね、まあ非常にやっぱり大切になってくるんですよね。相手からね、無理やり組んでしまうと、ティーミノがネクストになくね、なくて、トリプルが間に合わなくなってしまうところであるんで、ちゃんと相手画面をね、まあちょっと、相手画面凝視するのはまあ難しいところであるんですけど、できるようになると、まあ安定感もかなり変わっていくと。
さあ、依然としてちょっと若干不利かなと思いましたが、まあ穴的には悪くないところであるんで、これで完全にトントンになりましたね。トントンに持ってって、しっかり、相手のね、この大きい火力であるんで、総裁を外してって、5連分の直列を引いていくと。できるだけね、やっぱり、もらうときは、でかい火力でもらうっていうのが、やっぱり、この基礎になりますね。さあ、相手の地形が非常に強い。そして、こちら、かなり穴場が来てるんで、辛いところ。さあ、冷静に総裁を外してきて、さらに、Tスピンダブルから、ホリレンの体勢と強いですね。さあ、穴場地獄。テトリス4連まで繋がると、かなり苦しいところではありますが、さあ、なんとかこの穴場地獄を掘っていきたいところ。ティーミノから、エルミノ3ライン消しにして TSJ。TSJ からの、なんとか、大海の、ISI と。なんとかギリギリ掘ることはできましたね。かなり効率のいい掘りじゃないと。でも、やっぱりね、火力で押し切られてしまうところであるんで、こういうね、掘りもね、正確にやっていかないと。やっぱり自利品になって、掘りってね、まあ、先ほども言ったんですけど、火力自体はあんまり出ないんで、掘り練してる最中に相手に攻撃を送られてしまって、で、それでね、そのまま、また相手の攻撃に総裁を当てられて、穴場が来るみたいなね、半無限ループになってしまうところであるんで、しっかりできるだけ火力で掘るっていうのが理想ですが、さあ、ここで、Dスピントリプルから、そして、テトリス、掘り練が刺さっていくと。まあ、相手の方が最後、S ミノを気にしていたところであるんですけど、まあ、仮にあれがずれてなかったとしても、おそらくね、この、直列も引いてるところであるんで、Tスピンシングルから、テトリスのね、まとめ道も用意してあるんで、おそらく、穴勝ちができる感じですね。穴がいいところであるんで。穴勝ちは穴勝ち間違ってないみたいなね。まあ、そんな感じのちょっと試合展開になるような気はするんで、まあ、おそらく、これは押し切れていたでしょうといったところで。まあ、かなりね、この、47万点 VS、50万点というね、究極にこの、まあ、50万点超える試合だって、まずテトリスでないんで、まあ、究極のね、神試合だったんでね、こちらの実況解説を、やっていきました。あ、ちょっとね、参考になったって方はね、良ければ、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。